今度のピクミンは全部で5種類。攻撃力が高く炎に強い赤ピクミン、高くまで飛ぶことのできるキーピクミン、水に入っても溺れない青ピクミン、そして新ピクミン登場、太っちょで力持ちの紫ピクミン。体の中に毒を持っているという白ピクミン。一匹一匹は力の弱いピクミンたちだけど、みんなで力を合わせればとっても強力。壁を壊したり橋を作ったり、そして巨大な生物と戦ったり。オリマーとルーイの冒険の目的はこの星に眠るお宝を集めること。もちろん宝物を運ぶのもピクミンたちの役目です。さらに協力して宝物を集めたり、ピクミンたちを率いて対戦したり、二人で一緒にプレーもできます。日の出から日没までがピクミンとの一日。日数制限はありません。ゆったりじっくり楽しんでください。任天堂ゲームキューブ、ピクミン2。